い、皆さんこんにちは。 DJ のアコースティックギター講座です。今回のギター講座はギターソロ弾き方解説、初心者のため、これからギターソロを始めてみたいなという方のため、初心者というか、初めての方向けですね。簡単にアレンジしてみました。曲はキラキラ星ですね。はい、これ、お送りしたいと思います。今回解説に使用しますギターはこちらです。エルビスのマスターミニ10。エルビスのギターの中でミニとついた、若干小ぶりなシリーズなんですけども、これ非常に取り回しもよく音もいいんですよね。はい、今回はこのマスターミニ10、トップがスプルースの、アコースティックギターをちょっと縮めたような感じのこのギターを使って解説したいと思います。まずはどういうアレンジかというところから聞いてください。どうぞ。いただきました。キラキラ星です。弾き方のコツといたしましては、 1,2,3 弦メロディーを担当いたしますけども、ピッキングする指は人差し指もしくは中指、どちらでも結構です。途中で、同時に弾くところはあるんですが、それ以外はどちらでも利き指の方で弾いて、弾きやすい方の指ですね、弾いていただくといいです。それから低音 4,5,6 弦を担当するのが親指です。こちら親指でピッキングしてください。はい、この曲楽譜見ていただきますと、メロディーもベースもほぼほぼ四分音符で動いてます。同時に弾くっていうですね、別々に弾くタイミングはあまりないです。ベースだけが2小節目とか4小節目、ベースだけが4拍目叩くところはあるんですが、それ以外は両方同時にこうつまびくような感じで弾いていただくといいと思います。で、ギターソロの取っかかりとしましては、まずはメロディーだけを人差し指と中指でピッキングする練習をしてですね、で今度はベースだけを親指で弾く練習をする、それで最後に合体させて、仕上げるというのがいいと思うんですが、ちょっと心得のある方はもうこれ結構簡単な風にアレンジしてありますので、弾きやすいようにですねアレンジしてありますので、そのまま両方を同時に弾いていただくといいと思います。で、できたらこうコードを押さえながら弾いてもいいんですが、 D のコード、 D7 のコードですね、押さえなくてその単音だけを、弾くところだけを押さえるような感じでも OK です。はい、それでは運指は手元のアップを見ていただきながら解説に入りたいと思います。はい、一番最初ですね、6弦の3フレットだけ押さえる感じでも構いません。はい、次いきますよ。はい、DJ は中指が利き指なので今中指だけで弾いてます。次2小節目いきますよ。この時 C のコードを押さえておいた方が楽ではあります。 G ですね。はい、これも G のコードを押さえて、1弦の3フレットではなく2弦の3フレットを小指で押さえてます。はい、次 D7 ですね。実際の D7 を押さえてもいいんですが、1本だけですので特に押さえなくても結構です。で、はい、はい、次 B メロに入ります。ここ、一番最初の音2弦と3弦を弾きます。2弦が中指、3弦が人差し指でピッキングするといいでしょう。ここも2弦と3弦をピッキングします。はい、この後は A メロに戻ります。で、
最後なんですけども3弦を中指4弦を人差し指でピッキングするんですが、これ同時にでやってもいいんですけど、ちょっと時間をずらしてこうですね、タタタンみたいな感じでちょっとずらし、タイミングをずらしてあげると雰囲気が出ると思います。はい、ということでキラキラ星の弾き方解説をお送りいたしました。弾くコツとしましてはゆっくり弾くということですね。簡単だからといってなんて言って早く弾いてしまって綺麗に弾ければいいんですけど、これむちゃくちゃにっていう風になると練習になりませんから、これ他の動画でも言ってますけど、テンポをゆっくりと落として、でメトロノームに合わせて確実に弾けるようになったらテンポをちょっとずつ上げていく、これの方が習得は早いです。メトロノーム使うの面倒くさい方は使わなくてもいいんですけど、その分、綺麗なリズムキープをしながらっていうので完成するまでにちょっと時間はかかりますけども、メトロノーム、使う方だけ使っていただければいいかと思います。はい、ということで BJ のアコースティックギター講座、今回はキラキラ星弾き方解説をお送りいたしました。今回解説に使用しましたギターはこちらです。エルビスのマスターミニ10、はい、トップスプルース、サイドバックがマホガニーです。はい、とってもいい感じの木目出てますよね。はい、で別光柄のバインディングがここに入っております。で小ぶりですので、持ち運びも、楽ですし、あとは抱えた時にグーでかいっていう感じもないので、体の小さい方、女性なんかにもぴったりだと思います。でミニギターだとちょっとパワーがないんじゃないかな、音に張りがないんじゃないかなと思うかもしれないんですが、このギターはしっかりと音も出ます。なんかね、ガシガシ弾くのも OK だと思いますよ。で、ライブなんかでマイクでこう集音してやるような場合でも使えると思います。ただもちろんライブでマイクで狙うときはちゃんとしっかりと弾いてくださいね。ピッキングが可能なくような音ですと、高級なギター使ってもマイクでは拾えませんからね。それはギターのせいではなくて腕のせいです。はい、これはギターでもしっかりとピッキングしてあげるとマイクで集音するのも OK ですから。はい、というところで BJ のアコースティックギター講座、今回は、キラキラ星弾き方解説をお送りいたしました。今回のスポンサーはエルビスでお送りいたしました。それではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。Thank you.